久々の、久々でもないけど、まあなんだろう、今日つか帯忘れたのかなって思っちゃいます、ね、なお、この試合は時間切れ引き分けの場合も王座防衛となります。これはレーナのルール。そして場外カウントは20カウントでリングアウトとなります。あ、アイスリボン通常場外カウントないところですが、はい、レーナのベルトなのでレーナのルールにのっとっての。そういうことですね、はい、試合。本日のメインイベント、はい、レイナ世界シングル王座選手権試合30分一般勝負を行います。青コーナー挑戦者、白い天使ゆうかこれをやりたくてね、全く失敗しちゃったと。ちょっと若干普段に比べると顔が固まってますね。赤コーナー選手権保持者、アイスリボン取締役選手代表、レイナショウ藤本つかのポーズで堂々たる入場、はい、優香選手は、まあ、あのメキシコに行きたいと、はい、まあ、レイナはね、そうなんですね、メキシコの CMLL と提携してるんで、はい、ベルトを持ってる選手は、まあ、メキシコ遠征の機会もあったりするもので、私はメキシコに行きたいと、はい、で私はメキシコの言葉のスペイン語も喋れますと、知ってますと。あ、偉いですね。私メキシコ語って言ったことあるんですけど、ちゃんとこの子スペイン語って言ったんですね。それでボンジュールって言ったらしいですね。おう、どんまいすごいとしか言いようがないですね。さすがって感じですね。どちらから攻めますかね。さあ、この2人は5月4日、優香選手の復帰戦、復帰戦じゃないな、はい、アイスリボンに、まあ、専業のレスラーになりますと、はい、高校を辞めちゃった事件ですね、はい、後に、シングルで対戦した、この会場でしたよね、確かに。そうですね、この会場、会場で、はい、ツッカとシングルしてますね、うん、その時のツッカは結局プンプンまでだったんですけども、はい、その時は優香なかなかちょっと難しい試合だったんですけど、それがいつの間にやらタイトルマッチやるくらい成長するなんて、ね、今もグラウンドの攻防結構粘ってますね、うん、おあ、いやただまあやっぱりシングルのタイトル挑戦初めてですから、はい、うん、いい蹴りだ。まあ、藤本選手もここは厳しく攻めますね、いくでしょうね、相手が優香選手だからこそっていうのもあるでしょうし、あと優香も少しと似たようなタイプで急に底意地張ってきたりするんで油断ならないんですよね、少し選手みたいにね、なんかあの木を照らったりとか相手の予想を裏切ったりっていうのはなくて、割と真っ向は真っ向なんですけど、気持ちがなんか急に真っ向 の速度上げてくるんですよね、ギアの上がり方が急にね、はい、上がってくるタイプなんで、セカンドからトップに一気にいっちゃうような感じで、はい、油断ならないんで、ここはつっかペースずっと掴み続けていってほしいなと思いますね。さあ、まあおおよその予想では多分、まあ、自力からいけばね、藤本選手が圧倒的に有利なカードではありますが、はい、なんか優香選手はこう持ってる感があるんですよね。そうですね、うん、だから多分10回に1回しか勝てないだろうなっていうぐらいの力の差なんですけど、うん、その10回に1回はタイトルマッチの時に引いちゃうような、うん、天使ですからね、うん、それ運も持ってそうですよね。そうですね。いつものツッカの、おこれワンで返す。あ、でも仕掛けが早いな。クロスフェイスで締め上げる。そうですね、ポンポンと攻めていきますね。ですね。もうちょっとじっくりいくかと思ったんですが、おお、ちょっと急また切り始めましたよ、はい、優香もブレイクに行くのが早いですね、うん、なんか体力削っていくつもりで多分攻めてるんだと思うんですけども、ね、体力あるんですよね優香、うん、まあ、若さならではってところもあるんでしょうね、うん、あ、
ドロップキックで下に落ちてしまうのか。あ、早いな、もう外を下がりください、お下がりください、おお、騒いさせるかと。え、そんなのまだ落とすの、なんてこと、若さから来る、何、無謀なの、危ないわってなりますよね、それはつっかも。ちょっと今危ないわってなってましたね。お、あ、ここで、あ、こんなところで何するの、ドラム式、クラッシャー、そんな、あ、一人で落ちた。これでユーカが形勢逆転して、そのまま攻め切るか。お下がりください。鼻血出てますか、まあ、まさかそんな口かな、鼻血かな、ちょっと赤いですね、確かにちょっと見えづらいですね。また行く、また行く、鼻血出してますね、鼻血ですね、なんかちょっと顔をぶつけたんですかね。ラウンド1 2 3 3、すごい、ああやってコーナーで待ってる選手、マシモケンゴ選手くらいしか思い出せなかったです。おっ、プラスボディー、そのボール、あー、いや、もうギア入ってますね、ギア入ってますね、はい、あー、ずっともちょっと切れる、さあどっちだ、ゆうかの勝ち方、あー、一応刺さった、どうだ、あー、鼻血が垂れてる、いやでもね、こういうところで、ね、鼻血出す選手って、ね、持ってるんですよ、それいいんですよね、一応ね、多分これで息とか乱れない分には、はい、そう、お、スイング DDT に持っていけた、あー、しくったけども持ち直して、もう一度、うお、ぐりぐり回した、完全な形ではなかったです ね、 ですね、ちょっと焦ってるところがあります、試合時間5分経過、5分経過、冷静にいけっつうのがまたこれは無理な話だし、だからタイトルマッチこそ相手のことをよく見て隙をついた方がいいんですよね。おおおお、なんて大人げない、わざわざ、あ、え、え、もう終わっちゃうよ、これ、もうやっちゃうの、もう東海道やめて、もうさすがにさせないよと、さあ、さあ、ビーナス、ダーン、今のビーナスクラッチです、クワガタバトンでした、どっちですか、ビーナスクラッチですね、ビーナスクラッチ、もう、まあ、さくら選手がクワガタ固めって一回決めたんですけど、なるほど、かっこ悪いからっていうとビーナスクラッチになりましたね。わお、いつもなんか胸あたりグリグリってやれるんですよね、さあ、3は取れない、まだ以上、これはね、隠した相手っていうあれの試合じゃないですね、ですね、うん、あ、これは、うん、結構キャリアの浅い選手だと、もうツッカのミサイルキックで3カウント取られてしまう人が多いんですけども、ああ、ビナシュート、おー、させないと、おー、ホール乗った、だだだ、うん、2カウント、しかしまだ釣った方が余裕がある、さあ、まだホール2、さあ、スクリーナー、あー、すげー、すごい、振ってました、これサッカーで鍛えた下半身、足腰やばいまさかの足腰で吹っ飛ばしましたね、今、また行く、おお、これを止めて言うか、さあ、何がありますか、切り返すことができるのか、おお、裏かん、行くのか、おーい、おお、これは中間ブレーキックアウト、言うか悔しそうだ、さあ、こっから手数ですよね、ですね、キャリアが少ない選手っていうのはどうしてもこう上の選手より手数がないんで、一つずつこうやってこう返されていくとちょっと心折れるんですよね、後半になればなるほど厳しくなってきますが、ただ優香はそういうところであんまそういうの気にしないタイプなんですよ、よくも悪くも、よくも悪くも気にしません、さあ、いけ、おお、カウンターのドロップキックを狙ったツッコ、それでも倒していく、
もうとにかく動き回って相手の息を上げるとかね。そうね、あー持ち上げられない。おー残り2。まさかのパクリンボを打ち込んだ。どうだ、めちゃくちゃの攻撃の方が怖いでしょうね。あまり本当予想がつかない動きが多いですね、うん、さあどうだ、どうだ、やっぱり早く苦しい選手、しかしカウント2。すごい荒削りですけども、勢いありますね。すごい攻防が続いてますね。結構近いよ。え、何狙い？え、サルト？あー、すげえ近いサルトですね。びっくりする。ちょっと今のはすごい勢いの、なんかちょっと豊田真奈美さんっぽい落ち方でしたね。そう、そうですね。これ僕初めて見ますけど。私も初めて見ました、この子がサルトをやるの。ただびっくりするくらい近いっていうのが分かりました、あれが本来の形なのか、まあ、もう思い切って飛んじゃったのか。いや多分あそこに置いて自分であの距離で飛ぶ感じだったので、はい、多分あれは彼女の位置なんだと思います。さあ蹴りを見合って無理くりホールに行くが、あ僕ら勝てない。前回は前回が前のシングルの時にはこれで取られていますが、これはどうなるか。この技はね、手でロープブレイクできないですからね。今苦しいですね。うわー、しんどい。松本美也子が後ろで面白い表情で見ている。さあこれ足でね、逃げるしかないんですけど。逃げるしかない。さあどうだ、動いてほしい、動いてほしい。藤本選手も足の方向ずらしてますよね。ずらしてますね。あー、でもしかし、なんとかロープエスケープ。試合時間準備が準備できるか。かかる。今サインを藤本司選手に出しましたね。ロープブレイカー。あー、これが決まるか。綺麗に決まった。さあ、前はこれで終わってましたけど、藤本選手もだんだんちょっと本当だったらこれ3つ取りたい技が、ね、返されてるので、そう、ここでいけるか。あー、これはここまで来たら、おお、なんとか返した。狙ってましたね、ゆうた。これ絶対出してくると思ってたんだと思います。あー、おー、さあ、おおー、さあ今度はしっかりどうだ。おー、ゆうかも、さあ次が何がある、出せるのか。あー、あー、つかどうだ、決まった。これはあー、勝手にスリーカウント。チェック受け量勝者藤本司。まあね、今の実力とかがキャリア考えれば、はい、本当な結果ではあると思うんですけど、確かに何度も優香勝てそうなことありましたよ。スクールランなんかちょっと僕もひょっとしたら、はい、あれかなと思いましたけど、まあ、コンサルトで感じる形ではなかったですけど、はい、この試合のために何か相手の知らないものを用意してたところはっていうのも良かったですね。はい、今回のシングルマッチは藤本勝ちの防衛か。あ、このベルトに関しては初防衛です。初防衛。もう何回もこのスティックが防衛戦してるの見てるから、あんま初防衛って気がしないですよ。ある意味負けて当たり前の試合なんだけど、はい、まあ、そこでこれ、このカーンで悔しがり方っていいですね。この子何も当たり前っていうふうに思ってないから、当たり前がないのはいいことです。全然ないんでしょうね。最終的にはその私が一番だと掲げるこの一本指。ゆうか覚えてる？今年の5月4日ここラジアントホールで第一試合でシングルしたよね。その時はギブアップで負けました。あれから半年、今日はタイトルマッチですよ、メインですよ。成長したね。
下の半年間ずっとそばで見てきました。本当に努力したと思う。強くなった。体も心も本当に強くなった。今日は優香と対戦できてベルトをかけることができて本当に良かった。ありがとう。いいおかんや、でも優香だけじゃないんですよ。ふみこ、あかね、みやこ置いといて置いといて、きゅうり、まるこ、ゆき、今この若手のメンバーが底上げの時期だと思います。このメンバー私はとても期待をしているので、パンテラロサとかいろんな強敵はいますけれども、切磋琢磨してアイスリボン底上げ誓ってください。お願いします。横浜が終わりまして、次は大晦日後楽園ホール大会です。私はここでベストフレンズでタッグのタイトル戦をやりたいと思ってます。そして大晦日でとうとう私たちベストフレンズの入場曲、レベッカのフレンズをリング上で歌います。なんてことだよ。まさかの往年の入場曲を歌いながら、ね、あれ、すみませんが、歌って踊って戦うアイドルといえば今私たちブリバトだと思うんですよ。喋り方可愛いですね。私たちブリバトもそろそろベルトを欲しいと思うんですけど、皆さんどうでしょうか。まさかの挑戦表明でしょうか。これはそうですよね、さすがに。今日こそ負けたけど、私たちタクヤとしてこれから活動していくつもりです。やっぱリボンタッグっていうのはアイスリボンの純潔選手が持つべきなんじゃないですかね、ズッカさん。自分たちも挑戦したいです。どちらもいい言い分ですよ。ごめん、謝った。実は私、中島有沙と相談して対戦したい相手がいるんですよ。え、こんなラブコールをぶっちぎりましたよ今。わざわざ登ってきたこの二人をぶっちぎって誰、恥ずかしいことになっちゃいましたよ。すいません、大畑美咲と水上亮、アビットリバルです。あ、同年代らへんと試合がしたかったんですね。ちょっと逆指名をしようと思っているんですが、でも、せっかくこうして2組がタッグのベルトに挑戦したいって言ってくれているので。そうですよね。どうでしょう、12月31日大晦日後楽園ホール大会で次期タッグ挑戦権争いをこの2チームでするのはいかがでしょうか。大阪後に、タイトルマッチひょっとしたら、だから年明けのこことか、ぜひ LL さんにオファーさせていただきますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。これは好感度ですね。ですね、どちらが挑戦してきても面白い。本当に大晦日まであと1ヶ月ちょいなんですよ。私たちマジで満員にする気です。美穂さんもね、また仲間に加わったことなので、またアイスリボン突破していきたいと思います。それでは本日は、今から全選手が皆さんのもとへ握手に行きますので、ぎゅーっと手を握り返してください。それではミュージックスタート。